私とアンシーの出会いっていうのが、本当は私オーディション要員に入ってなかったんですね。それで隣のスタジオにいたら、淵崎いるのか、お前じゃあ時間だったら受けていけば、ああどうもありがとうございますみたいな感じで、それで初めてね、ウテナとアンシーと見せていただいたんですけど、ご存知の方はご存知だと思うんですが、私ってほら大体二等身キャラばっかりじゃないですか。どうなんだろう、私には厳しいのかなって思いながら、ただでもまあね、ウテナも受けさせていただいたんですが、アンシーの見た目の不思議さと、なんかセリフ回しとかでなんか素直に演じてみればいいのかなみたいのがありまして、すごくね、やらせていただけたら嬉しいなっていうのが最初からあったのでね、その役をいただいた時に本当に嬉しくって、あ頑張んなきゃと思って現場行ったんです。1話目終わりまして、監督のところにテケテケテケ、ドキ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 、監督どうでしたか私のアンシーって伺ったらですね、いや藤崎さん、その無意味なところがこの作品にはグッドですよって言われて、けありがとうございます、でもそのままどう受け取ったらいいのかなと思いながら、うん、きっとこのままゴーって感じなのねなんていう感じでね、喜んで帰ってきちゃったんですけれども、アンシーのね魅力って、あの子ほら一見おとなしげじゃないですか、メガネかけてね静かにバラを育ててるような感じなところがあるんですけれども、まあ彼女のね、その不思議な存在っていうか、そういうものはもう皆さんのもうねよくご存知だと思うんですけれども、私ね、女としてああいうタイプって一番怖いんじゃないかなって思うんです。だから割と、どっちかっていうとおとなしめ地味めな感じしながらも、やっぱり周りの人をどんどん巻き込んでいくあの力だから、例えば私にね恋人ができた時に絶対に友達だけど会わせたくないタイプっていうか、彼が彼女のことを好きになっちゃうんじゃないかなって思うタイプなんですよね。ウテナのその番組自身もこれからもどんどんいろんな展開が出てくると思います。今もねリュウエリストがどんどん増えてって、かっこいい美形キャラもいっぱい出てきて、お兄さんとの関係もとっても気になるしということで、皆さんと一緒に、私も、これからも楽しみにしていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ということで最後に絶対運命目視録。